クリシャ型コルベットは、ソビエト連邦海軍が運用していた、小型対戦艦の環級に対して付与された、NATO コードネーム。ソ連海軍での正式名は1124型小型対戦艦、計画名は、アリバトロースであった。1970年代より収益を開始し、順次に改良を受けつつ90隻以上が建造された。現在でもロシア海軍、国境軍やウクライナ海軍、 リトアニア海軍において多数が収益している。ソビエト海軍は沿岸対戦戦力として沿海を担当する小型船艇と近海を担当する大型船艇の2系列を整備してきた。1950年代において大型船艇の主力は227隻という多数が建造されたクロンシュタット級船艇であった。しかしこれらの船艇は 小型であるために、新しい、優れたソナーや対戦兵器を搭載できず、その対戦火力は限定的なものであった。冷戦構造の確立、さらに原子力潜水艦の造成に伴い、より優れた沿岸対戦兵力が求められていた。このことから、大型苦戦艇よりも優れた対戦能力を備えた小型対戦艦を整備することが決定され、 1960年代には204型小型対戦艦の配備が行われた。ポチ型は新開発の対戦前投げ兵器である部マイナス6000によって非常に優れた対戦火力を備えていたものの防空火力としては 57mm 連装速射砲を一機搭載するのみであった。1956年に海軍総司令官に就任したセルゲイ・ゴルシコフは 西側の強力な洋上航空戦力に対処するため、洋上防空力の増強を進めていた。このことから、より強力な股間防空力を備えた小型対戦艦が要請されることとなり、これに応じて開発されたのが本型である。本型の開発は、A. ニコルスキー主任設計官の指揮下で、1963年より開始された。 建造は1966年12月26日より開始され、1967年1月12日より収益を開始した。本型は基準排水量800トン級の艦隊に最大35ノットという高速力を備えるように要求された。この要求性能を満たすため、本型はペチャ型フリーゲートにおいて搭載されていたのと同様の、 ディーゼルエンジン2機及びがスタービニーエンジン1機によるコダグ機関を搭載している。シュレーダーとしては MR-300 にループ化対空、対水上レーダーが搭載される。これは S バンドを使用し空中目標に対して 98km、水上目標に対して 25km の最大探知距離を発揮できる。また春ソナーとして5ヘルツ級低周波数の MGK-335MS、プラーチナが、可変深度ソナーとして、カ -25PL 紹介ヘリコプターの、リッピングソナーを艦載化した、VGS-2、ナス -2 が搭載される。本型は、ソビエト海軍の沿岸対戦艦艇,艇としては、初の艦対空ミサイル装備として 4K-33、オサー M 股間防空ミサイルシステムを搭載しており、 そのジフ -122 連装発射器は艦首に搭載されている。ジフ -122 は昇降式の発射器であり、通常は甲板下に収容されている。その他の基本的な武器システムはポチ型のものを踏襲しており、方向火力としては AK-72557mm 連装速射砲、対戦火力としては マイナス6000対戦ロケット発射機及び 533mm 魚雷発射管を備えている。本型には、下記のようなサブクラスが存在する。ありがとうございます。